アイドンフェイです。じゃあオーダーの続きやっていきます。夜分遅くにすいません。うん、来ないよ。こんばんは、ウランヒ。用意はできているのか。打ち合わせ通りに。装備はテーブルの上です。屋上へは寝室から抜けられます。いずれ真実が明かされるだろう。よくやったセバスチャン。何なりと書くか。お、なんだこれや。オーガンみたいな。おお。なんか吸血鬼に杭をぶち込むには良さそうです。オーガン、昔思い出すな。ずいぶん昔だが。音を立てない方がいいと思ってな、うん、行くとしよう。市内には夜通し衛兵が巡回している。潜入地点は庭だ。気づかれずに侵入できるだろう。ついてこい。屋根に登るぞ。ガラハト、こっちだ。おい、2人も見た目は年齢的になんかルーカの方が若く見えるけど、なんか聖杯の血のせいで結構年とかも違うの。あれ、いけないよ。あれ、おい、けない。ああ、危ねえ危ねえ。ちょっと大丈夫だ。危ねえ。今油断してあの顔を描いてたらQT が出ました。フランシスがうまくやってくれたようだな。信用できそうな男だな。そうじゃない、俺に借りがある。約束を破ればどうなるか分かっているのさ。庭にこのワイヤーをつなぎ止めるアンカーがいる。手の込んだ潜入方法だな。かもな。だがこれで気づかれずに潜入できるだろう。うん、上に一人は見えてる。あ、これですよね。あの建物なら行けそうだ。よし、ワイヤーを張るぞ。よし。アラステア、ここに残って見張っていてくれ。安全を確認し潜入の合図を送る。いいだろう。だが気をつけろよ。私だけで帰れば妹に恨まれる。知らなければ傷つくまい、うん、タイミングミスった。
これやだな、俺のタイミングで押させてくんねえんだな。時間がないんだアラステア、信じてくれ、こうするしかない。くそ、下の庭園に向かえ。門の鍵は閉まってる、鍵を探すんだ。俺のタイミングでやれるかな。あ、やばいってやつ、大丈夫。こいつもダメなんかい。めんどくせえな。なるほど、これも提示されたタイミングなんだな。正解のやつがどっかにいるっていうよりは、全員やって初めてクリアっていうなんか予感もするんだよね。一応一回正解のやつがいるっていうことを見越した遊び方してみようか。手を出してないやつからやってみましょう。鍵はない。早く来すぎると配置がだいぶ変わってしまうな。入る。やっぱ全員やってないとダメっぽいな。人数で話が進んでる感じしますもんね。まだ調べていない衛兵がいる。内側の衛兵かな。全員やんなきゃダメっぽいな。見つけたいな。いた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 。
まずい。あ、嘘、帽子かよ。当たんないね。帽子に一回守られてるしか思えないな。あ、嘘。何であの人、首筋が鋼鉄でできてんのかな。当たってないわけねえだろう。ほほほ。見えない。二人とも背中刺すしかない。三発打ち込まれて普通にしてるあいつも相当なアホだと思うけど。帽子にがっつり矢刺さってたでしょう。ほれほれほいほい。砲丸がないんですよ、もう。鍵を見つけたぞ。鍵やんなきゃダメだ。下の庭園の方に向かうんだ。ルカ、門を抜けた。安全を確保してくれ。私も行く。ボタン間違えた。あここでボウガンがないとすごいしんどいみたいなありそうだな。安全を確保しろって言ってるぐらいだから全員殺さなきゃいけないんだよ。戻ってきたかな。この衛兵どこ行った。あれ、上にいた衛兵見失ったな。はい、
ルーカのことだ。次は西東を一掃しろ。私は東から。この先通信機の使用は控えよう。そうだな。さあ中で落ち合おう。久しぶりだな。これはまずいかも。衛兵の人みんな同じ顔してるよ。影武者みたいなのが量産されてる。危ねえ。おい、そこ。じゃあどうすればいいんだよ。わあ、なるほど。あそこに陣取った時点でもう積み上げてしてたんです。おっとなるほど、やばいな。ここでボウガンがないと結構しんどいみたいな話になってきてんのかな。終わったな。そうかそうか。こいつはやらないで組に行って、おほほ、厳しいね。さてどうしようかな。こいつをそこの角で刺すっていうところは絶対間に合わないようなので、ここは諦めて一周してくんだよね。一周してきて
この前に来た時に刺すか。あいべべ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 べ。よしよしよし。カバーできる場所結構限定されてんだよな。見えない。なるほど。ああ。計画が狂ってた。振り向かれたら終わりってこと。弾かな。やったね。ありがたい。ここにも一人いるのね。上まで来るかな。この角度怖いな。で、切り返し。ほい。お？なんか今まで頭でやったのがバカらしい。体でいいの。誰かいるじゃん。お、お前下がれ。勇敢な騎士様。ちょうどいいところだったな。そうですね。でも私だってそうやすやすとはやられたりしません。一人か。デビとフィンリーも一緒です。他の警備兵を片付けています。仲間を危険にはさらせない。だが連れがいる。信頼できる人。ああ、命を懸けて。いいでしょう。それで中で彼と落ち合い、資料室に向かう。行きましょう。やっと潜入が終わるかな。おい、終わってなかった。っていうかあいつどうやって抜けたんだよ。マジか。行きましょう。行きましょうって、あ、俺の後ろにいたの。なるほど。今までめちゃめちゃ弾とかナイフとか体にもらってきたじゃない。こんな見つかってパーンって撃たれたことで死なないでしょ。お、あ、いた、いるじゃないの前。あ、入れた。させる意味は一体何なの。
見ての通り邪魔が入ってしまって。こちらです。何、こちらです。位置についたら駅馬車を登ってバルコニーに上がります。さあ押すのを手伝ってください。おい。この女の人ってなんかいつも何か押してるんです。行こう。こっちで。デビー、ダメよ。あなたはここにいて。ダディ、一緒に行かせてください。私たちはいつも一緒よ。彼と彼の連れは？私の言うことを聞いて、あなたがどれだけ大事かわからないの？なぜ突き放すのです？私にもし何かあったら、あなたが使命を継ぐのです。やめてください。ダディ、私を信用してくれ。女王は私が代わりに守る。せめてもの恩返しだ。約束だぞ。なんかちょっと触れて。彼女は怒らせない方がいいですよ。怒らせるようなこと言ってないよ。あれ、なんかちょっと一人登っていっちゃった。ちょっと、あ、行けた行けた。あ、ここまでこっそり来たんだから。隠れて。衛兵だ、表の門から来るぞ。やっと銃撃てる。なんかすんげえマシンが撃ってるやつ。おお、いっぱいいるな。隠れてください。リロードする。うん、おお、いたいた。慢性的に弾もらってる。グレードだ。敵を倒した。増援が現れる前に中に入ろう。ちょいちょいなんか弾が抜けてんだよな。
なんだ？あるぞ。手榴弾。斜めってるとちょっと分かんないな。光がリロード中だ。タイミングで隠れられちゃった。敵を倒した。今のが最後だったようです。すぐに総員が現れる。先を急ごう。行きましょう。ここはいいか。開けて。アーカイブが切られましたね。東インドからの便り。親愛なるジェイコブへ。私がインドに到着する前にあなたに一報を入れるよう助言を受けました。当初は意味のないもののように思えましたが、この計画がうまく実行に移っていることを報告いたします。地元の政府は操りやすく、それに当局にはたっぷり謝礼を渡しておいたので邪魔が入ることもないです。これも反銃つながりなの。彼女はラクシミバイ、反乱軍のリーダーだ。この女が協力者だと？貴様気は確かか？そっくりそのまま返しますわ。危うく反乱軍の罠にはめられたと思ったところだ。私も逮捕されるものかと。こんなことしている場合じゃない。協力者が必要で頼めるのは彼女だけだった。でも触れたか？オーダーを危険にさらしてるんだぞ。アラステア、私を信じてくれ。証拠を見たいと言ったのはお前だ。ブラックウォールには彼女もいて、そこで見たものを知っている。つまりインド連合会社の船着き場破壊に加担したというわけか。父上の言う通り、あれはまさにテロ行為、利用されたんだよ。この陰謀に気づかせてくれたのは彼女だ。計画の遂行には彼女の助けが必要になる。貴様が間違っていたら。その時は彼女と責任を取り、しかるべき罰を受けよう。マロリーのようにか。間違ってないことを願う。お前を敵には回したくないからな。私も同じだ。見つけたぞ。ロビーの奥にいる。ほほ。ガラスの砕けが見つけた。衛兵だ。奥から来るぞ。衛兵をやった。おい。
ットガン来てる。来てくんじゃねえ、入ってくんじゃねえ。ロットガン兵を倒した。あんた降りた。むっちゃしてる。当たった。リロードする。敵の攻撃で動けない。おお。そこにいた。援護する。こいつか。弾切れだ。始末しました。ディ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 、ほら痛いでしょ。あ、弾切れた。マジで。どっかで拾ってこない。いいぞ。行くぞ。資料室はこっちだ。あ、向こうだ。バルコニーを抜けよう。バルコニーにいるぞ。衛兵が中庭に。何やこれ、ずっと冒険な銃で。トネーとかバカするやつか。グレードランチャーみたいな。知ってる、俺グレラン大好きなの。来た。身を隠して。好きでね、俺グレネードランチャー大好き。スナイパーよ、右の方に。トーン。いって。隠れてください。君の位置は…あ、スナイパーが奥にいるのね。はい、ドン。成敗。衛兵をやった。リロードする。はい。さあ、地下の方からもっとします。アーマイトライフルを持っている。くそ。ルーカー、サーマイト。リロードする。な、くそ。誰にもいるぞ。一人倒したぞ。注意しろ。スナイパー。早く隠れて。ベタバッグ。これで最後です。またすぐに来るはず。オッケー、行きましょう。ガラハ、手を貸してくれ。いいか。資料室はすぐ先だ。資料室を探せ。マニフェストや着陸記録に使用記録、反銃の輸送に関わっていることが分かるものを。こんな量どうやって調べろと。声を抑えて、フィンキー。見張りに集中しなさい。だいぶそれっぽいけど。何もない。お。
これはないパターンの漁り方だね。あ、でもなんかアーカイブがありましたね。この証言は元英国近衛流騎兵隊将校エメリッチ・ダンカン・ダグラス大尉のものである。日時は1886年7月27日。次の証言は脅迫されたものではなく、精神肉体ともに健康であると誓う。金庫の中身を譲る。うわ、ショパン。あ、ショパンの曲を聴くだけなんだ。ないね。さっき見て、これじゃダメだ。なんか怪物っぽいの乗ってるけど。見つけたぞ。騎士様、こちらです。これを見てください。これは私の祖国に送られたもの。もしこれが本当だとしたら、彼らはインド全土に手を伸ばしていることになる。見ろ、アガメムノンの記録だ。アメリカ大陸東海岸に、同じルートでさらに3回、オシアニック号が次だ。6週間後に立つらしい。フィンリーは？信じる気になった。彼が全ての黒幕です。ホワイトチャペルでの殺人、反獣の襲撃、インド連合会社、全てあなたが。ジェイコブ・ファンネック。ああ、世間一般には確かこう呼ばれているのだったかな。切り裂きジャックと。お見知りおきよ。
ルーカン卿、よくぞこの者たちを連れてきてくれた。あとは任せた。くれぐれもしくじるなよ。貴様、こんだとは思わんかね、ガラハッド卿。反乱軍のリーダー、加えて裏切り者まで一気に捕らえることができた。裏切り者とは君だな。アラステア、貴様なぜ。悪いな、グレイ。すべて我が種族を守るためだ。我が種族、逃げろ。今の入力かなり厳しかったな。あら、バラか。